んにちは、金堂くん、元気ですか？おかげさまでね、これはもうあの発売7月の10日だったんですけどね、もう早くから皆さんに歌ってますや、いますよとか、いい曲ですねっていろんなね、お便りとか電話をいただいてますよ。とっても嬉しいです。そうですね、実は私もまだね、これからですから、そんなにあの歌ってないんですけどね、やっぱりあのレコーディングの時思い出しますとね、やっぱり雪の快挙って、その出だしをね、もうその快挙にぶつけるように雪の快挙っていう風にね、やっぱり力強く出た方がいいと思うんですよ。それからあのやっぱり望郷ですから、ふるさとをこう思い浮かべながら、やっぱり懐かしい気持ちで、そういう表情で歌っていただくと、もう絶対大丈夫だと思います。影の支えに、ああなればよい。ちょっとあの体調を崩しましてね、今日は3ヶ月ぶりの初めて の、 あのステージなんです。皆様方の笑顔がとっても素敵です。それでは私も皆様の笑顔に負けないように一生懸命歌います。まだ本当にあのそんな歌ってないんですけれども、ただドキドキは歌詞をちゃんとね、新曲の場合はフルコーラスで歌わせていただくでしょ。だからちゃんとまずは歌詞をね、忘れないようにちゃんと歌いたいなっていうのと、やっぱりドキドキ感は結構ありますよ。ちょっと私息切れはしてますけどねここでね、日頃あんまり聞いていただいたことのないね、大好きな村田英雄先生の歌をね、一曲ちょっと頑張って聞いていただきたいと思います。僕が交通事故って怖いなと思うのは、私もまあ遥か昔なんですけど、私 の、 あの恋人じゃなくて夫が交通事故で死んじゃって、本当にあの子供たちが交通遺児になって、本当に悲惨な思いが今でもずっと残ってますので、子供たちはもう大きくなりましたけどね、本当にあのお互いがね、あの事故を車で事故る人と、そしてその被害に遭った方のね、やっぱりどちらもが不幸にありますから、これはもう絶対本当に皆さん、あの交通安全だけは守っていただきたいと思います。よろしくお願いします。三味を叩いてふるさとしのぶ、津軽古道まわり、望郷よされ情けの まずはやっぱりね、
望郷よさりを歌っていただきたいことですね。そしてできましたらそれ歌を覚えるときに私の CD を買って覚えていただけたらもう嬉しいです。よろしくお願いします。